은혜 받으실 말씀은 聖書を拝読します。ローマ人への手紙5章7節から8節までです。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。アーメン。今日は教会学校中高生部校長金昌仁先生が答えの鍵牧者の心というメッセージを取り付けます。シャローム聖歌隊の賛美と西オーケストラの演奏ありがとうございます。愛のリズム団の舞踊アンコールありがとうございます。愛する生徒の皆さん、虹、オーロラの光、トンボ、月や雲の中にある形、これは何でしょうか。これは父なる神様が万民に牧者を通してプレゼントしてくださった、特に祝福の時間に私たちを力づけて慰めてくださる神様の賜物です。どの時よりも万民の生徒の皆さんはその賜物をよく見つけているし、それによって幸せに暮らしていると思います。最近私もその賜物を見て、今まで信仰生活をしながら神様が私にプレゼントしてくださったものは何だったんだろうかと振り返ってみました。その時ふと思いついたエピソードがありました。それは2015年8月のことです。いろいろな状況の中でいくつかのことが重なって自信をなくしていた頃がありました。果たして私というものは神様に、主に、そして牧者に力になるものになれるんだろうかと思っていました。そういう心を持って夕方礼拝の説教の担当日が近づいてきました。それでメッセージをまともに伝えることができるだろうかという気もするほどでした。しかし牧者のために自分にとってできることだったので、この時間を見事に通り抜けるなら一段階さらに成長できるという思いがしたので、使命を果たすことを避けたくありませんでした。それで火のように祈りながら、神様助けてくださいと祈りました。しかしすぐ力づけられませんでした。終日になり、講壇に上がりました。その時目に入ってくるものがありました。上の講壇の赤いカーペットが目に入ってきました。それを見ながら、主のたとえ地のようだ、主が私を生かすために流されたたとえ地のようだと、また私を変えさせてくださるために流された牧者の涙のように感じられました。そのような心で席に行ってひざまずいて祈った後座りましたが、私の目に入ってくるものがありました。それは説教者の席に敷かれている真ん中がペコリとへこんでいる薄緑の座布団でした。真ん中がペコリとへこんでいる座布団でしたが、それを見ながら、牧者はあそこに立って私たちを変えさせてくださるために命の愛のメッセージを伝えてくださったんだなと、そういう牧者がおられるから何でもどんなことでもできると思いました。そういう心を持って感謝しながらメッセージを無事に終えることができました。その日、ある人から嬉しいことを聞きました。その日、礼拝の時間に教会をパトロールしていたある主のしもべの方が幸せな知らせを伝えてくれました。夕方礼拝が始まった頃、虹がかかりましたと、そして説教の時間に虹の色がさらに濃くなりましたと言いながら写真を見せてくださいました。はい、虹がこのようにかかったんですね。この虹が私にとっては神様の笑顔のように感じられました。頑張ってね、できるという笑顔のように感じられました。その虹を見ながら、どんな時間であれ、神様が、主が、牧者が共におられるから、私たちはどんなこともできると、勝ち抜くことができると心に刻むようになりました。そうです、神様は万民にそれさまざまな不思議と印を通して、愛の賜物を通して万民と共におられることことを証ししておられ、だから頑張ってと応援してくださっています。生徒の皆さん、いろんな愛のプレゼントの中で私にとても大切なものがあります。それは何でしょうか。それは牧者の命のメッセージです。生徒の中には
何かの問題があるときに GCN を見ました。そこで放送されている牧者のメッセージが自分の問題を解決する答えでしたという証をするときがありました。私たちはある問題があるときに牧者の命のメッセージを通して答えをいただいています。牧者のメッセージは問題を解く答えの鍵のようなものだからです。今日はその中で万民にくださった祝福の時間において重要な答えの鍵のような 役割をする牧者のメッセージを持って恵みを分かち合いたいと思います。それは今年の主のしもべ職員献身礼拝のメッセージ、牧者の心です。どの時よりもこの牧者の心を見習って委ねられた使命を果たしていくことは今の祝福の流れの中で答えられる近道でもあります。生徒の皆さん、私たちが神の国のために労苦して献身する理由は何でしょうか。理由は本文ローマ5の7から8に、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとあるように、十字架で最後の地の一滴まで注ぎ出された主の愛をいただいたからです。またたっとい一人子まで惜しまずに渡してくださった神様の愛を知っているからです。神様は数人のリーダー級の働き人だけでなく、皆さん全てが牧者の心になることを望んでおられます。この時間年少、私たちにくださったメッセージを通して、今までどれぐらい自分は牧者の心になるために努力してきたのか顧みてチェックしてみますように、神様が望んでおられる牧者の心になることに役に立ちますように。愛する生徒の皆さん、答えの鍵である牧者の心になるためには、第一、神の国のために命を渡すことができなければなりません。使徒パウルは大きな神の力を行って福音を伝えましたが、彼が受けた苦しみも神の力ほど大きかったのです。一つの例として、ルステラという町でパウロがイエス・キリストの御名によって足の効かない人を歩くようにしたことがありました。これを見た人々はパウロを神と思って、彼を不死、拝み、生贄まで捧げようとしました。パウロは急いで彼らをやめさせて、この神の力はイエス・キリストによるものだと言って福音を熱心に伝えました。ところが、そのように大きい出来事の後にパウロが会ったことは死の苦難でした。使徒14-19に、ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出したとあります。そのように大きな神の力から行いましたが、人々はパウロを褒めたのではなくて、むしろそねんだり妬んだりして憎んだのです。そうする理由がない、何もないのに捕らえて石打ちにして殺そうとしました。しかし神様は石打ちされたパウロがすぐ立ち上がって動けるようにしてくださいました。続く20節から読むと、しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていた。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。21節、彼らはその町で福音を伝え、多くの人を弟子としてからとあります。このように辛いことを経験しても揺るぐことなく、その翌日には次の宣教地にいて変わらずに福音を伝えられました。誠に立派な姿です。ごく最近まで大きな神の力を表して見せたのに、人々はそのことを覚えておきもしないで自分を石で打ち殺そうとしました。死は免れたとはいえ、 1,2 箇所石で打たれたのでもないし、頭と全身にあざができて割れて血まみれになったでしょう。パウロが生き返ったことを知るなら、ユダヤ人がまたどのようにかかってくるのか分かりません。皆さんならパウロのような状況に置かれるとどう思うでしょうか。こんなに力を尽くして福音を伝えているのに、神様はなぜ私を守ってくださらないで、このような生き味をさらすようにされたのか。本当に疲れた、がっかりだ、悲しくて悔しい、このように思わないでしょうか。でなければ、石で打たれた傷が治るまでちょっと休まなければならないだろうかと思うとか、ユダヤ人たちがずっと追いかけてくるだろうが、しばらく福音を伝えないで隠れて黙っていた方がいいのではないだろうかなど、あれこれ計りごとを巡らして福音を伝えようとした熱さが冷めたのではないでしょうか。パウロはこんなことを考える暇がありませんでした。パウロも私たちのように鞭に打たれれば痛いし、休めなければ疲れも感じます。寒さも暑さも空腹も感じます。しかし罪人の頭だった
自分のために十字架を追われたイエス様の愛がパウロの心にあふれ流れていたので、すべてにどんな苦しみにも勝ち抜くことができたのです。牧者もそのような生き方をしてこられました。2000年代海外政界を導かれた当時、主に福音を伝えることのできない国に行かれました。福音を伝えたら刑務所に入れられるなどの危険のある国々でした。特にアラブ首長国連邦、パキスタン、インドなどはさらにそうでした。肉的に見ると困難で危険な状況でしたが、牧者は一度も恐れたことがありませんでした。いつも大胆に行かれました。牧者はその時の心情をこう説明されました。そんなことはありませんが、もし死ぬなら主によって死んだことですから、それも祝福であり幸せだと思っていましたと。そして神様が共におられるから、決して誰も害を被らせることはできないという信仰があったので、大胆に進んでいきましたと。そのような心を持って大胆に行かれたので、行かれる正解ごとに驚くべき善の反転の御業を起こされました。その代表的な海外政界がインド連合大政界です。インド連合大政界は2002年10月10日から13日まで行われました。ところが肉的に見ると、政界の前の現地の状況は順調ではありませんでした。それは2002年10月5日、インドタミルナド州の州首相が強制改宗禁止を発表しましたが、それが政界の初日10日から適用されるということでした。それによると、改宗したものは地域の行政官に報告すべきで、どんな個人も直ちに改宗したり改宗しようとしてはいけないという内容でした。敵である悪魔サタンはインド大政界を通して数え切れないほどの多くの人がイエス・キリストを受け入れて改宗することを予想したので、何としてでも防ごうと、このそのような計略を働かせたのです。そのような状況だったので、ある人は牧者に平和と祝福のメッセージだけを伝えるようにお願いしたりもしました。しかし牧者は創造主なる神様と救い主であられるイエス・キリストを述べ伝えることについて少しも揺るぎませんでした。それによって、たとえ迫害を受けて患難に遭うことがあるとしても、創造主なる神様とイエス・キリストを述べ伝えることを諦めませんでした。10月10日政界の初日、改宗禁止法と関連して牧者が不法性の発言をするのではないかと監視するために警察官が参加するという話を聞きましたが、牧者は少しもためらうことなく大胆に創造主なる神様について伝えられました。そして牧者は、神様が誠の神なのか、そうでないのか、全知全能であられるのか、そうでないのか、神様がどのように働かれるのか直接お見せしますと大胆に言われました。そして初日よりは明日より明後日、そして最終日にはさらに驚くべき大いなる神の御業を見るようになりますと大胆に言われました。どうなったでしょうか。結局牧者の信仰の行軍はとてつもない善の反転の御業を起こしました。牧者が言われた通り、牧者が言われた通り、初日から驚くべき癒しの御業が現れました。翌日11日からは幸せな知らせが聞こえてきました。政界を現地で妨げていた人たちが準備委員長とハンジョンギ宣教師を相手に提起した訴訟が、その日高等裁判所で棄却したということでした。またもう一つは、改宗禁止法に反対するという内容の県内地域の総会長が出した声明書が新聞に載ったということでした。そのように身を縮めていた現地の牧師先生らも力づけられていました。2日目の政界では、牧者が言われた通り、初日よりさらに大きな癒しの御業が現れ、3番目の日は前日よりさらに大きく神様を働いてくださいました。また牧者は、突風とともに激しい雨が降っているのに緩くことなくメッセージを伝え、思いを尽くして
して病人のために祈ってくださいました。そのような牧者の姿と、その祈りによって数多くの人々が癒された姿を見たインドの国民は感動を受けました。結局最終日には前の日より2倍以上の大勢の人が集まりました。集まった人々は約50万人から200万人に推定されています。そして途方もない癒しの御業も現れました。そのようにインド連合大聖会は延べ300万人以上が参加して、その中で少なくとも 60% 以上がヒンズー教徒でした。彼らは聖会に参加して癒されて、イエス・キリストを救い主として受け入れる、回収する、驚くべき祝福の聖会として記録されるようになりました。はい、ありがとうございます。愛する生徒の皆さん、このように神の国のために命を捧げる覚悟で信仰によって進んでいくなら、結局神様は祝福の御業を表してくださいます。命を捧げるということは必ずしも肉の死だけを意味するのではありません。死をも辞さないだけでなく、どんな犠牲と苦難をも甘んじるということです。自分の時間と物質、健康と家族など、すべてを主のために捧げられるという意味です。主のために自分の命も捧げるという人が、自分の家族、自分と近い人をもっと尊く思ったり、個人的な欲を求めたりするはずがありません。自分の自尊心を押し出したり、自分の義と枠を主張したりするはずがないでしょう。私にとって毎日が死の連続ですという使徒パウルの告白のように、神の国を実現していく毎日、一瞬一瞬すべてのことに徹底的に死んで献身する心が命を捧げる心です。神の国を実現していく毎日、一瞬一瞬すべてのことに徹底的に死んで献身する心が命を捧げる心だと牧者は言われました。また働き人である皆さんに神様が望んでおられる心でもあります。もちろんパウルのように石打ちされたり、首が跳ねられて殉教したりすることはほとんどないでしょう。しかし霊的には皆さんのすべての生活の現場が殉教の現場です。敵である悪魔サタンに立ち向かって真理を行い、魂を命に導く霊的な戦場で命を懸けて戦っていかなければなりません。誠に命を捧げたい心なら、使命を果たすのが辛い、大変だと笛を言いません。自分が働く状況と環境が他人より楽ではなくて、厳しいからといって 不公平だと思ったり、もてなしを受けられなくて自尊心が傷ついたりしません。牧者は神様が牧者に任されたことなら、難しい、大変だ、やりたくない、こんな風に思ったことがありませんでした。神様が命じられたことなら当たり前と思っていたし、命じられたこと以上に果たすために水にも辞さなかったのです。羊の時や、それどころか初心の者の時も、神の御心ならば力を尽くして引き従いました。神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言われたので、断食と徹夜祈祷を絶えず積んだし、伝道しなさいと言われたので、時が良くても悪くても熱心に福音を伝えました。全てを捧げながらも、自分は犠牲になっている、献身していると思いさえしませんでした。ただ感謝で愛しているので、全部捧げて、また捧げたかったのです。万民を導いてこられた36年間もそうでした。海外聖火に行ってきても気軽に一度も休まれませんでした。肉的に行ってくるとものすごく疲れるかもしれません。しかし牧師はそのような状況で1週間2週間休まれたのではなく、1日でももっと生徒のために休まずに、土曜日も生徒との面会を通して生徒たちに信仰を植え付けて癒してくださいました。その多くの時間、ご自分のために土曜日もないまま生徒のために生きてこられました。しかしそれを褒められることではないと言われて、当然すべき務めであると思いますと言われました。皆さんはこのように神様の恵みに報いたい心で、神の愛に報いようとする熱情でいつも満たされていることを願います。それで父の御座の前に至るときに、愛するお父様、私はお父様を愛して命と全てを捧げましたと大胆に告白できる皆さんになりますように。答えの鍵である牧者の心に変えられるためには、第二、魂を尊く思う心にならなければなりません。魂を尊く思う人は、伝道して生徒訪問に励むだけでなく、どんな人に対する時も愛を持ってします。子供に対する時も無視しません。私の信仰の方が大きいから、勤めが高いからといって相手に礼儀に反することをしません。全てのことに自分の利益を求めず、相手の利益をまず求める
ているのです。この心は創世記13章で老いロトに対するアブラムからも見つけられます。アブラムとロトの持ち物が多すぎるようになり、彼らが一緒に住むことができなくなりました。ついにアブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こりました。アブラムは秩序ではいくらでも自分が先に選べる土地の優先権を諦めて、まず老いロトに選択権を譲りました。9節に、もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こうとあります。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡した後、自分が見て良さそうなところを先に選びました。アブラームのおかげで多くの祝福をいただいたロトでした。それなら当然アブラームの提案に対して自分が王子に譲って退くのが霊的にも肉的にも当たり前でしょう。しかしロトはそうしませんでした。ロトは自分がアブラームのゆえいただいた祝福について感謝もせず、悟っていないことを表しています。このような状況でもアブラームはロトがそのことを悟れなくても少しもけしからんと思ったり、悪い感情を抱きませんでした。むしろ愛する老いがよく潤っている地を選んだので、それ自体で幸せで心安らかでした。アブラームはロトを心から尊く思って愛し、ロトの利益を先に求めてあげようとする心だったので、さらに彼が求めても喜んで与えることができました。そういう心を持っていたので、彼は結局信仰の父という意味であるアブラハムという名を祝福をいただくことができました。このように霊の愛で器を作ってこそ多くの魂を心に抱くことができます。多くの水を注いでくださるとしても器が小さいと溢れてしまいます。熱心に伝道して生徒を訪問する行いとともに、このように愛を持って魂を心に抱く器を作ってこそ、神様が送ってくださる魂を失わないで命へと導くことができます。魂を尊く思う心は、単に生徒を顧みる使命をいただいた者にだけ必要なことではありません。レビ族各部署の働き人もどれほど相手を尊く思う心で愛を持って使えているのか、もう一度チェックしてみなければならないと牧者は言われました。ある場合は働き人や主の使命の中でも業務にあまり協力してくれない方がいることもあるでしょう。自分の利益を求める心や欠如があって、たびたび約束された内容を変えたり、煩わしくて大変なことを要請したりすることもあるでしょう。しかしこのような時も、主ならどうなさっただろうか、牧者ならどのような声で、どのような表情で、どのような行いで対されただろうかと考えて、相手を尊く思ってくださるようにと牧者はお願いされました。そして 1、2回ではなくて、変わることなくそのような心を持って期待することが大切です。それでは主なら牧者なら人々にどう対されたでしょうか。それはご自分よりも相手のことを先に思う心を持って魂を顧みてくださいました。たとえご自身が犠牲を払わなければならないとしても、その人を生かすことさえできるなら、喜んでその犠牲を拒まずに入る心なのです。私たちは36年間特に2010年以来、牧者のそのような姿がさらに見られました。私たちはたくさんそういう姿を見ました。その中で一つご紹介したいと思います。2011年にあった12月にあったミニ癒し集会のことです。ミニ癒し集会は若者や中高生が世を断ち切ることができなかった時期があったので、彼らを変えさせるために、終日の普段の日程は夜明けから生徒との面会、大礼拝、夕方礼拝、そして個人的に面会するなど、いろいろな日程がありましたが、その日程が終わった後、中高生のために、若者のためにミニ癒し集会を開いてくださいました。その集会を通して、その当時若者たちや中高生が随分変わりました。私はその時はすごく迷ってミニ癒し集会に参加できない状況でした。すごく世で生きていて、教会に通っていない時期でした。で、2011年12月、ミニ癒し集会を牧師は
行ってくださいました。二聖殿に来る前に同会長室で鼻血を流すようにされたの、話すようになりました。牧者は体のコンディションが調子が悪いからミニ癒し集会でメッセージを伝えることができませんと言われたのではなくて、血が鼻血が少し出ないようになったときに、二聖殿の方に行きますと言われました。それで二聖殿でメッセージを伝えていましたが、また鼻血が出るようになりました。それで周りの働き人は、先生、今日命を尽くして十分メッセージを伝えてくださいました、ですからこれぐらいじゃいいんじゃないですかと言いました。しかし牧者はいけませんと、私が伝えたいことがありますと言って、鼻血が出るのをティッシュを鼻の方に入れたとこうメッセージを伝えてくださいました。何を言われたのか皆さんマガジンでもご覧になりましたね。一緒に行きましょうと。どこへですか？新しいエルサレムへと、そのように牧者は言われました。牧者はご自分の体の具合を思ったのではなくて、生徒たちをあまりにも尊く思われたので命を尽くしてメッセージを伝えてくださいました。そのようにミニ癒し集会は2011月12月で終わりました。その時牧者がミニ癒し集会を導いただけでなく、そこに参加した中高生や大学生たちに文化商品券をプレゼントしてくださいました。一人当たり2000円ぐらいの。で、その子どもたちがミニ癒し集会に参加するとお小遣いが足りなかったり、いろいろと経済的に困っているないかと思われて、そのように先生は施しをしてくださいました。それでそれを使っていろいろなものを買ったという話を聞きました。でミニ癒し集会が終わったら文化商品券を先生がくださるのは止まるべきだったという。しかし止まらないで、先生はミニ癒し集会が行われない時期であっても、私は教会に帰ってきて戻ってきて文化商品券をいただきました。それで理由を聞いてみたら、先生がミニ癒し集会に先生が癒し集会ミニ癒し集会でメッセージを伝えてあげたいけれど、もう時間もないから申し訳ないと、だから代わりに文化商品券を大礼拝を捧げた中高生や大学生たちにプレゼントしますと言われたのです。牧者はそういう心でした。与えに与えてご自分が犠牲を払いながらも犠牲だと思われませんでした。自分の立場よりもいつも魂を、生徒を先に思ったので、そのような愛を表現してくださいました。牧者はそれだけではありません。1000以上の家庭を施しをしてくださっています。2015年からはさらに施しをさらに中高生に奨学金をくださいました。中高生の中でお小遣いが足りない、経済的に家庭の余裕のない、そういう中高生はいないのではないのかと、制服を買うお金がない子どもはいないのかと、いろいろと同会場先生は定期的に多額の金額を施しをしてくださっています。今もそうです。最近5月のことです。ある指導教師と話をしながら、ある中学生が塾に通いたいけれど経済的に家庭の問題で通えないと、それで教会が祝福の時間だから塾に後で通うことができるように助けますと言ったそうです。それで私にそういうことを先生が言われました。その指導教師が、それで数ヶ月間その支援のお金が出ないかもしれないと私一人で思っていました。しかし牧者の施しの支援はその月も今までも提供されているということです。5月の提供金を私はもらいながら
ずいぶん涙を流しました。そして牧師はどんな状況に置かれても、どんな時間を送っておられても、魂が先なんだなと、魂たちが困っているのではないかと、食事ができない、そういう状況ではないかと、いろいろと生徒の具合を、生徒の立場を顧みておられるから、私たちが今存在していると思います。愛する生徒の皆さん、ヨハネ 13-35 には、もし互いの愛に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですとあります。すべての人を自分より優れたものと思い、一人の魂を全世界より尊く思う皆さんになりますように、主の心、また牧者の心を持って使えて、多くの実を結ぶ皆さんになりますように。愛する生徒の皆さん、答えの鍵である牧者の心になるためには、第3、自分のすべきことを黙々とする心にならなければなりません。ルカ 17-7 から10を読むと、イエス様が役に立たないしもべの例えを挙げてくださいます。しもべが一日中働いて家に帰ってきても、主人はご苦労様、ありがとうと言って食事を用意してくれるのではありません。主人の食事の給仕をしてからでこそ、しもべは自分の食事ができます。十節に、あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいとあります。私たちが務めを受けた者として使命を果たすのは、報酬をもらって働くのではありません。父なる神様からいただいた恵みがあまりにも大きくて、感謝と愛の心で献身するのです。この心が変わらないなら、どんなことをするときも褒められたり認められたりしようとしません。頭に立てられることを願ったり、特別扱いされたりしようともしないでしょう。以前、外部のクリスチャン頭に立てられることを願ったり、特別扱いされたりしようともしないのです。私たちはどうでしょうか。ある人は、私はあの人よりよくやったのに、もっと多く働いたのに、なぜあの人は褒められて私にはご苦労様という一言もないのか、このように悔しいと思ったことはないでしょうか。ある人は人の前で目立つことだけしながら、忠実だと認められて褒められているのに、なぜ自分だけいつも大変な仕事をしなければならないのか。厳しくて難しいことを引き受けてしているのに、人はありがたく思わないで助けてくれる人もいないんだと気が抜けてしまったことはないでしょうか。この分野において教訓を下さる聖書の人物がいます。それはマグダラのマリアです。イエス様に出会って、その場で癒されて、その方の愛を熱く感じたマグダラのマリアは、すべての心がイエス様に向かっていました。この世で自分を見捨てなかったたった一人の方、私を愛してくださった方、あれほど惨めだった私の姿を見ても顔を背けないで、愛の手を差し伸べて癒して、私の魂まで新たにしてくださったイエス様を一生命を尽くして使えようと決心しました。それで果敢にすべてを振り捨てて、イエス様のためにすべての時間を捧げて誠を尽くしました。イエス様の人生のあらゆる瞬間がマグダラのマリアの自分自身の人生そのものだったのです。ところが、イエス様は時には彼女を冷たく待される時もありました。その理由は、イエス様はご自分をあまりにも愛しているマグダラのマリアの心を知っていたので、蘇られた後の彼女のことを思い、時には冷たく待されることもありました。彼女はイエス様が自分に目を向けてくださらなくても物足りないと思わなかったし、むしろそうなさるしかない、イエス様の心を理解しました。自分のすべてを捧げてイエス様に使えることについて、たとえイエス様が高めてくださらなくても使えることができるという、それ自体で感謝する心でした。それどころか、イエス様が自分ではないある人を褒められると、彼女はまるで自分のことのように共に喜びました。またある人がイエス様に喜ばれて力になっていると、その人にありがたいと思いました。どうして私はイエス様に力にならないんだろうか、なぜ喜ばれないのかと気を落としたのではなく、なぜ私のことを褒めてくださらないのかと寂しく思ったのではなく、いつも喜びと感謝を持ってイエス様のそばにいながら自分の使命を誠実に果たしました。そうできたのは、自分の命よりイエス様をさらに愛する霊の愛があったからです。例えば、主のためにとても労苦しましたが、誰も分
かってくれないようだから、そのことをしたくないと思うなら、それは主を誠に愛してやったことではないのです。誠の愛は誰かが分かってくれてもそうでなくても自分の全てを尽くして献身できるからです。本当に愛する人には与えに与えてもっと与えない心だけです。自分が相手を愛しているから持っている全てを与えたのに、相手もこれぐらいは自分にしてくれるだろうと思うことは霊の愛ではありません。自分が熱心に忠実に使えたら、周りの人が自分をもっと分かってくれるだろうと思いながら、何かの代価を求める心で忠実に働くなら、いくらたくさん巻いてロークして努力しても父に喜ばれるほどの善なる功が出てきません。神様が喜ばれる善なる功は、マクタラ・マリアのように誰も分かってくれなくても忠実に使えることができるという、それ自体が幸せで、心から忠実に働く人から放たれます。そしてそのようなマクタラのマリアの心はどんな状況でも変わりませんでした。彼女はイエス様と一緒にいたという理由で自分も害を被る可能性のある状況でしたが、イエス様が十字架につけられるゴルゴダの丘までついてきました。弟子たちはすでに恐れて隠れてしまいましたが、彼女は最後までイエス様のそばを離れませんでした。イエス様が息を引き取られた後も、安息日が過ぎたらイエス様の体に香油を塗るために明け方にお墓に向かい、そこでよみがえられた主にお会いすることができました。このようにマクタラのマリアは自分の命よりもっと主を愛するその心が変わらなかったので、よみがえられた主を初めてお会いする栄光を得ることができたのです。私たちの報いは神様からいただくものです。主が覚えてくだされば十分であり、人に認められなくて褒められないからといって気を落としたり気が抜けたりする理由がありません。神を愛するなら、また父が尊く思われる魂を牧者の心で愛するなら、どんなことも難しい辛いと思わないで十分任せられたことを果たすことができます。このように黙々と努めて一段階一段階突き抜けていくたびに、上から恵みと力が与えられて、ますますさらに神の力を表す働き人に変えられていくのです。これと関連して証を一つ紹介したいと思います。中学校3年生のコンボーン姉妹の証です。この姉妹が今年教会に来るときに、教会の近くで横断歩道で交通事故に遭いました。7月のことです。信号を違反した車によって右の足がそのぶつかった車の方に向かうようになって、それで病院に運ばれるようになりました。それで彼女は病院で救急室に向かうときに、道会長先生の癒しの祈りを、音声録音された癒しの祈りを受けたそうです。それでその痛みがかなりなくなりましたが、写真を、それで MRI 写真を撮りました。お医者さんは翌日病院に来て、専門医にもう一度診断を受けてくださいと言われたそうです。それでギプスで足を固定してくれたそうです。で、その足がそういうふうにギプスで足を固定したのに、彼女はそういう状況であるにもかかわらず教会の方に来て、祈祷会にダニエル祈祷会に参加したそうです。そしてイーサン先生にも祈りを受けたそうです。で、翌日病院に行ったら、そのお医者さんは今手術を受けなくてもいいぐらいですと、守られたんですよと、蒸れているから来週病院にもう一度来て、どういうふうに状態が変わったのか検査してみましょうと言われたそうです。そういうふうに診断を受けた後、すぐ彼女は祈祷院の癒し集会に向かいました。それで一生懸命自分の
かけている足りなかった姿を顧みたそうです。それで祈祷員集会の時にチュヨンチョル牧師先生からハンカチの祈りを受けたそうです。それで集会が終わった後、자동차앞바퀴에이제발목이깔린상황입니다車の方に걸을수있는상태가その足が跳ねられましたが、その癒し集会が終わった後、彼女はギブスで足を固定しないで生活できるようになったそうです。7월20일다시병원을갔을때요병원에もう一度行った時、病院の方では手術を受けなくてもいいですと。그런데이자매가요ギブスを통증도없었고점점나아지고固定足を固定することを、足の全体をギブスで固定することをアドバイスされましたが、彼女はそれにそういうふうにするよりは信仰によって進んでいこうと思って、彼女は足の方の全体をギブスで固定することをしないで、彼女は教会の方に向かったそうです。でその日はさらに気温が上がっていて、家はインチョンの方に、キョンギ道の方にあります。でそういう足だったのに電車に乗って教会に来ました。で今は足の具合が悪いから使命を果たすのをやめますと言ったのではなく、彼女はギブスで足を固定、少しこう固定した状態で使命を果たしました。講壇の上で賛美する姿を見てとても感動を受けました。自分のことを反省するようになりました。私はどんな状況に置かれても、私はこんな状況ですから使命を果たすのは大変ですと思ったことはなかったんだろうかと振り返ってみました。だから命を尽くして使命を果たそうと思いました。それが牧者の身として私たちがすべきことだと思うようになりました。はい、神様にすべての栄光をお返しします。愛する聖徒の皆さん、マタイ 19-27 ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうかとペテロがイエス様に尋ねました。これにイエス様は28-29節で、そこでイエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその行く場合も受け、また永遠の命を受け継ぎますと言われました。この約束は私たちにも同じようにくださる約束です。私たちがいただいた恵みに感謝して犠牲になって献身して命まで捧げるとき、神様はただ大きになっているのではありません。何よりも救いと天国をすでにくださいました。この地上でも魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得るようにされ、信仰によって行うことはすべて押し付け、ゆすり入れ、あふれるまで30倍、60倍、100倍に報いてくださいます。皆さんが生徒を訪問して伝道するとき、または神の国のために使えて奉仕するとき、天に積まれる報いと栄光をその旅に見られるなら、多分休む時間、遊ぶ時間を惜しんで一つでも多く積もうとするでしょう。私たちが主のために行くこの道は時にはひどく狭く見えることもありますが、幸いな道であり栄光の道です。結論です。今日は私たちに与えられた祝福の流れの中で、答えの鍵のような牧者の心になるためには、第一に神の国のために命を渡すことができなければなりません。第二に魂を尊く思う心にならなければなりません。第三に自分のすべきことを黙々とする心にならなければなりません。愛する生徒の皆さん、 No Cross, No Crown という有名な英語の文章があります。それは十字架なくしては王冠はなしです。意味は苦難なしに栄光はないという意味です。
信仰の昔の人々を見ても出来事を見ても分かるように、栄光を得るためにはそれほどの苦しみが伴います。この栄光を得るための苦しみを勝ち抜くことにおいて重要なことがあります。それは今の苦しみの結果は必ず祝福と栄光として返ってくるという揺るがない信仰を持つことです。その信仰を持って栄光を得るための苦しみの過程を喜びと感謝を持って通り抜けていくことが大切です。これを祝福の流れの中にいる万民に適用するなら、父なる神様が言われたように、今の瞬間は必ず善の反転の御業として、美しく祝福の御として返させてくださるという揺るぐことのない信仰を持って、それぞれ与えられている一瞬一瞬を喜びと感謝を持って勝利していくとき、神様は必ず祝福として働いてくださるでしょう。生徒の皆さん、神様がくださる栄光の瞬間をプレゼントされるために、各人が与えられた祝福の十字架を喜びを持って追って進んでいるでしょうか。そして決して一人でその十字架を追って歩んでいるのではないことを知っているでしょう。一番前で私たちの十字架を一緒に追って進んでおられる方がおられます。それは私たちがお会いしたいと思っている牧者です。万民の36年間もそうでした。今日も愛する牧者はご自身よりも私たちがこの祝福の時間を勝利できるように切に祈って応援しておられるでしょう。そのような牧者がおられるので、今の万民があります。またこれからの栄えに満ちた万民があるでしょう。死体求めていらっしゃいますね。その栄光の瞬間を皆さん期待していますね。私もその望みを持って毎日歩んでいます。その望みを忘れないために、ある人からちょっとアドバイスされて適用していることがありますが、写真1枚お願いします。はい、私の部屋ですが、あそこに鏡がありましたが、鏡の代わりに服をあのように置きました。あの服は私が御霊の人として勝因を押された時に着ていた服です。その服を毎日見ながら、特別な日来たらいいと言われたので、牧者にもう一度お会いする日が特別な日だと思って、毎日あの服を見ています。ベッドから起きたら一番初めて目に入るところです。それで今日もそうでした。今日も牧者と一緒に幸せに暮らす、その日を思いながら牧者の身として出てくる一日になろうと思いました。あの服を見ながら、あの服と一緒に心に抱いているのが祝福の日、望みの日、牧者と一緒にいながら、いろんな幸せなことがあるでしょうが、賛美を歌う時間があるかもしれないと思いました。いろんな賛美があるでしょうけれども、どんな賛美を歌うだろうかと考えてみました。その中で愛しています、万民の聖徒よ、その曲も歌うんじゃないかと思ってみました。それでいつよりどの時よりも愛しています、万民の聖徒よというその歌詞が心に迫ってきました。この時のために神様が前もってくださった歌詞のようでした。愛しています、愛しています、万民の聖徒よ、愛しています、一緒に行きましょう、新しいエルサレムまで参ります、参ります、愛する牧者、その涙、その愛、忘れないで変えられます。その告白が、前は信仰の告白として変えられた、変えられたと告白したなら、私たちが牧者をも再びお会いするときは信仰の告白ではなくて、本当に変えられて、牧者よ、変えられました、変えられましたと、私たちは牧者の身ですと大胆に堂々と告白できる、その日を望みに臨みました。生徒の皆さんも望んでいらっしゃいますね。それでその望みの日になるために、その日を迎えるために、牧者の心になるために、神の国のために命をかけなければならないと、生徒を尊く思って使命を黙々と果たさなければならないと思います。その栄光の日を思いながら、ご一緒に愛します、万民の聖徒を歌いたいと思います。
この賛美を歌うときにその日のことを思いながら、信仰の告白ではなく現実の告白になるとなるぞと変えられて、堂々と牧者にこの告白をする日を思いながら、今日のメッセージを考えながら賛美をしたいと思います。牧者が直接歌ってくだされば良いでしょうけれども、牧者の愛しています、マミの生徒よというその歌詞の中に含まれている牧者の心の功についてイーヒジン先生が以前礼拝の時に言われたことがありましたが、それを紹介したいと思います。愛しています、マミの生徒よ、その時の牧者の心の功の一部です。ひたすら父の栄光だけを、生徒たちが新しいエルサレム完全なところに入ることを切なる心で、生徒たちを愛しているので世から彼らを守り、自分のことを顧みないで今この瞬間も切実な心で私の心を表現します。いつもそうでした。今回だけはダメですと父に言いませんでした。いつも父と生徒たち、私にとって一番たっといものだからです。病んでいた私を癒された父の愛、神の力を行う牧者を信じて従って仕えている生徒たち、涙を我慢しながら父がくださった使命と私のこの切なる心を表現します。この牧者の功を思いながらご一緒に、愛します、愛しています、万民の生徒よ、賛美いたします。万民賛美227番です。민의양태여사랑합니다함께갑시다새예루살렘까지두팔벌려맞아주시는아버지계신그곳모두함께하길원해요더욱사랑합니다사랑합니다사랑합니다만민의양떼요사랑합니다함께갑시다새예루살렘까지아버지를사랑하기에영혼들을소중히아끼며변화되길원해요더욱사랑합니다사랑하겠습니다가겠습니다사랑하는목자님그눈물잊지않고변화되겠습니다찬양을드립니다우리마음을드립니다찬양을드립니다그사랑잊지않고변화되겠습니다가겠습니다사랑하는목자님그희생잊지않고변화되겠습니다아버지를사랑하기에목자님을소중히섬기며변화되길원해요더욱사랑합니다함께갑시다새예루살렘까지이모두는목자님의열매입니다아버지주님목자님을더욱사랑합니다변화된우리가마음껏찬양올려드려요변화되었네변화되었네
この賛美に込められている牧者の愛と応援に励まされて、今日申し上げた祝福の時間の答えの鍵である牧者の心に日々さらに完全に似せられている皆さんに、似せられていく皆さんになりますように。それで祝福の結果が与えられるその日、牧者と一緒に喜びと感謝の涙を思う存分一緒に流す私たちになることを切に祈ります。メッセージを考えながら祈ります。愛なる神様、今日牧者が今年言われた牧者の心のメッセージをもとにメッセージを伝えました。牧者の心に完全になるためには、神の国のために命を渡すことができなければならないと、第二に魂を尊く思う心になるべきで、第三、自分のすべきことを黙々とする心にならなければならないということを伝えました。感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。映像で用意された動画者先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや煩いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安心してください。実施の放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と施政で、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と観覧も退けてください。頭からつま先まで56本骨の節々、全身の神経組織細胞など具合の悪いところは皆聖霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる。敵である悪魔スタン、すべての病菌、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も聖霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中風、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの御名によって命ずる。敵である悪魔スタン、空中の権威を滅、支配者である悪い霊どもよ下がれ、その使いたちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような御名で、すべての神の子供たちと家庭、職場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、
神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おられ主、愛の主、それは命与える救いの道。